こんにちは今日はインターコンチネンタルグループの会員制度とその最上位であるダイヤモンド会員の特典と、えっと、それと同等,の同等程度の、えっと、効力を持つ ANA のスーパーフライヤーカードの特典を比較して紹介したいと思います。 まず IHG とはインターコンチネンタルグループの略で名前の通りインターコンチネンタル、キンプトン、クラウンプラザなどが傘下にある世界の大手ホテルグループの一つです以前マリオットインターナショナルやヒルトングループなどを紹介した際にも名前を連ねたと思いますそんな IHG の会員制度なんですが実は2022年の4月から IHG1 リワードという名前でリニューアルをしていますつい最近ですね それまでは4段階のランクだったのが5段階になり、クラブ、シルバー、ゴールド、ダイヤモンドになりました。今まではスパイヤ会員が最上位だったのが、ダイヤモンドに名称が変わってます。取得方法ですが、まず入会したらクラブ、10泊したらシルバー、ダイヤモンドは70泊したらなります。 ホテル暮らしをしていた私ですら、70泊同じ場所はきついですし、そもそも残念ながら IHG はマリオットと違って、いいホテルがインターコンチネンタルか、まあ、ギリギリキンプトンズくらいしか正直ないので、たくさん泊まることはないんじゃないかなというのが本音です。ただ、この間から IHG ホテルを連泊する予定があったので、プラチナチャレンジというものにアプライした後、えっと、今はプラチナになってます。なので、 今年は誰でも即時プラチナになれるので取得するハードルっていうのはだいぶ低いですねプラチナチャレンジは5泊でプラチナ維持15泊でダイヤモンドなのでもうだいぶ秒でなれると思います一方で本題ですが ANA のスーパーフライヤーズ会員であれば IHG プラチナ以上の効力を発揮するのでそもそも IHG のステータスは正直不要です ANA と IHG は強力なパートナーシップ関係にあるおかげですね具体的には SFC の会員の場合まず日本のインターコンチクラウンプラザなどは朝食が無料ウェルカムドリンク付き宿泊レストランも常に10%引きです IHG アプリで出てこないため公式ウェブサイトに行くのが面倒なのが難点ですね次に IHG の各ステータスですがクラブからシルバーゴールドまではあってもなくても同じような特典なのでプラチナから紹介します細かく言うともっとあるんですが代表的な特典を挙げていきます まずプラチナの特典ウェルカムアメニティとしてドリンクは SFC と同じですこの間プラチナ会員として SFC 経由で予約をしたらウェルカムドリンクがダブルでついてきたのでプラチナ特典はドリンクでなくボーナスポイントにその時は変えました SFC と違って無料で朝食はなくてまた会員価格なんですが宿泊割引もレストラン割引もないですただボーナスポイントや空室に応じた無料アップグレードアーリーチェックインなんかはあります レイトチェックアウトは宿泊数ゼロのクラブ会員ですら可能なので SFC でも IHG アカウントがあれば可能ですなので SFCVS プラチナであれば SFC の方が個人的にはメリットが高い印象です一方で SFCVS 今回新設であるダイヤモンドはどうなんでしょうというところでこれは同じぐらいですダイヤモンドは無料朝食付きに続いてアーリーチェックイン空室があればアップデートダイヤモンド専用サポートなんてものもあるようです ただ正直 SFC で日本利用がメインで IHG もたまに使うくらいであればダイヤモンドもそこまで価値はなくて SFC で十分じゃないかなと思っていますただ前の最上級のランクのスパイア会員は無料朝食がなかったのでそこと比較すると今回のダイヤモンドでやっとまともな比較対象になったなという印象です 得点はこれ以外にワンリワードになってから20泊から100泊まで10泊ごとにボーナスポイントやラウンジアクセス券など好きなリワードがもらえるマイルストーンリワードというプログラムも今はあるので SFC を持っていてもいなくても IHG が好きな人には嬉しいプログラムだと思います最後に結論ですが前段でも言ってるんですが SFC を持っている人であれば国内で IHG を使う場合には忘れずに効力を発揮させるのがおすすめですそして IHG でメンバーになるのは レイトチェックアウトがあるのでおすすめですがわざわざ上のステータスを取る必要はないなと今回プラチナになって思いました個人的には一時期インターコンチネンタルは隔離の長期滞在でも使っていて国内では大好きなんですが海外においてはマリオットや他の系列を使うことが多いので IHG のダイヤモンドまではなくてもいいかなそしてプラチナはあってもなくても同じかなという印象です以上インターコンチネンタルホテルズグループの会員制度についてあと最上位のダイヤモンドの特典についてとそれと比較して えー、ANA のスーパーフライヤーカードの点がどうなのかについてのご紹介でした。